賞の由来となった沢村栄治沢村栄治賞は、その年の日本プロ野球で最も活躍した関東型先発投手を対象として贈られる特別賞の一つ。通称沢村賞読売新聞社は、正式名称について創設当初から現在まで一貫して沢村賞としている。一方で NPB の表彰名としては公式に、 沢村栄二賞としている。沢村賞はリーグごとの公式表彰項目ではなく、NPB 全体を対象とした公式の表彰に準ずる特別賞であり、1947年に創設された。受賞者には金牌と副賞として賞金300万円が贈られる。1947年、読売新聞社が戦前のプロ野球期において高速球投手として、 名を馳せた沢村栄治の栄誉と功績を称えて制定された。1956年に MLB で創設されたサイアング賞よりも歴代は古い。また、サイアング賞はすべての投手が選考対象であるが、沢村賞は先発投手のみが選考対象である。1950年からはセリーグのみとし、その年に活躍した関東型先発投手から、 選出されることになった。1981年までは、読売新聞社が選考を、東京運動記者クラブ部長会に移植していたが、同年の西本清の受賞をめぐる経緯が物議を、醸したことから翌1982年5月14日に、同会は、沢村賞選考を辞退し、同年から元先発投手の OB を中心とした選考委員会方式に改められ、 7項目の選考基準が設けられた。1989年からパリーグにも選考対象が拡大。現在は NPB の元先発投手の OB による沢村省選考委員会の審議により7項目の選考基準や補足項目をもとに毎年中に球団の中から原則1名が選出される。ただし最終的な判断は 先行委員に委ねられており、先行基準項目や補足項目はあくまで参考に過ぎず、項目外の完封や先行委員の印象に残った先発投手としての記録達成なども加味される場合がある。基本は話し合いで決められるが、それでも決まらない場合は多数決となる。また、先行委員は原則5名である。先行基準は 以下の7項目だが、必ずしも7項目すべてクリアしなければならない。規定はない。なお1981年までの読売新聞社が、東京運動記者クラブ部長会に移植した、選考会の選考基準としては、20勝以上、勝ちと負けの差が10以上、防御率2点台以下、脱参審率、優勝への貢献度などが挙げられていた。近年は、 投手の分業化が進んで関東試合数が減ってきており、これらの状況を踏まえて、選考委員からも関東試合数について、選考基準の見直しを示唆する声も出てきていた。また、200等級回達成者がいないシーズンも近年は増えており、これらに対応するために2018年から新たに沢村賞の基準で定めたクオリティスタートの達成率を含むが、 補足項目として加えられた。QS の基準は、先発で当板した全試合に占める、投球回数7回で、自責点3点以内という独自のものとなっている。さらに、選考委員の堀内恒ねおは、2020年の選考委員会の会見で、昨今の情勢を踏まえて、選考基準に関して、慎重ながらも、将来的に全面的に選考基準を見直す時期に、 入っていることを述べている。全項目を満たしていながら、同賞を逃した、ケース1980年に、巨人の江川優が34登板、18関東、投球回数261回1、3、16勝勝率、571、防御率2.48、219脱三振の成績で最多勝利と最多脱三振を獲得するも、 記者投票で該当者なしにされた。1981年、江川は31登板、20関東、投球回数240回1、3、20勝、勝率、769、防御率2.29、221奪三振の成績を残し、最多勝利、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率の先発投手タイトルをすべて独占した。 一方で、同じく巨人の西本清は獲得タイトルはなく、成績も笑顔に到底及ばなかった。先行は1981年10月14日、有楽町のスキア橋にあるリトル東京の球会、中華料理屋、ロンにて、東京運動記者クラブに加盟する44社のうち31社の運動部長が参加。恒例でまず数名の候補者が挙げられ、 その中から小松が外され、最後に西本と江川が残った。その後日間スポーツの金井清一部長が、この章には人格的な基準はあるのか、今年だけの成績だけが対象なのかといった質問が飛び、進行役がこれまで人格云々を加味した例はない。あくまで今年の成績が対象と答えるものの、この辺りから次第に西本を押す声が上がり始めた。 朝日新聞社、田中康彦部長の巨人の優勝は前半戦の快進撃で決まったと言っていい。開幕投手の重責を果たし、独走体制に入った時点の成績は西本が10勝2敗、江川は7勝3敗だった。江川の勝ち星は独走後に上げたものが多い。優勝への貢献度は西本の方が上と発言すると、デイリースポーツ社、近藤隆部長が数字で、 判断するのが客観的と反論し、江川を支持した。すると、田中部長は、数字だけで決めるなら公式記録員に移植すればよく、こうした会を開く意味はないと、あくまで西本指示を崩さず。しかし、近藤部長も、優勝への貢献度を評価するのは MVP ではないのか。沢村賞はあくまでも、 投手としての力量を評価するべきだと反論するなど議論が白昼した最終的な投票結果は16秒対13秒に白票で西本に決まったしかしこれがニュースで流れると各マスコミの電話が鳴り始め西本がダメだと言うんじゃないむしろ西本の方が好きだが沢村翔はどう考えても江川だ江川は今でも大嫌いだが数字は 数字として評価しなければ何を基準に決めるのかが曖昧になる。個人的な好き嫌いの感情で選ぶのは最悪と、当時はまだ多かったアンチ・江川派からも結果に対する意義は多いなど、ほとんどが江川に同情的だったという。また、現役選手でも日本ハムの江夏豊は、投手として最高の栄誉。数字、実力とも江川以外ありえんだろ。 客観的事実を認めようとしない連中を許すことはできない。巨人の堀内常夫も沢村賞の権威がなくなっちゃうよ。日本シリーズの前だというのに馬鹿なことをしてくれたものだ、と選考委員を通列に批判した。この世論の強い反発を受けて、各新聞社の運動部長は、翌年の沢村賞の選考委員を辞退することになり、その後、 同1982年から OB を中心とした沢村賞選考委員会に改められた。結局、江川は一度も沢村賞を受賞することがなく、1987年に現役生活を終えることとなった。ありがとうございます。